ブンブーハロー COD。 どうもカメキンです。今回やりますのはロマンですね。そう、超遠距離型クリグでやっていこうかなと思ってます。確かね、クリグ6の遠距離型ってまだ1回もやったことなかったと思うんですよね。というのもですね、今回射程あんまり上げられないんで、まあ縦反動だったり、あと射程とか、あとエイム弾薬散布回とかをもろもろに上げてもろって、まあバランス型ですね、超遠距離型の。もう今までは射程ガンブリみたいな感じだったんですけれども。で、クリグ6ってデフォルトで 30m、40m の性能っていうのがかなりいい方じゃないですか。なんですけども、今回遠距離型にすることによって、こういうことなんだろうな。まあまあまあ。まあ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 、まあてな感じに頭一個出しとかでもしばけますよと、しばけますよと。てかこれさ、4発キルじゃねえ思ってんけどですよね。まあてな感じで今回ね、この遠距離型のカスタムを使って、チームレスマッチやっていこうかなと思ってます。今日はスナイパーもバリバリにしばいていきました。オッケー、てな感じで今回はチームレスマッチでやっていきましょうか。ドミネーションも考えたんやけど、こっちの方が一つ一つのね、こう出会いを大切にできるんでね、打ち合いですね。なんでこっちの方がその超遠距離型感じやすいんじゃないかなと思ってます。いや今回スミショとかトロビーの方が良かった。でこれ開幕絶対にあの透明ブリッジ使ってるって言うから、どけほんま。はい、もう絶対あいつひねり潰す、あいつだけ。お前マジでどけ。まあ分からしといては、こういうことなんや。アディオス。俺はね、そんなちっちゃいな、一方的な試合したいちゃうね。打ち合えよ、お前ら。スナイパーを打ち合ってるって言わん、ほんまね。打ち合って200種類やねん。とこなんか下に ICR がいるんで。腰打ちも横、腰打ちも横。もうとりあえず今回のクリーグ遠距離カスタム、スナイパーの心をへし折るために作られてるんで、どこやこいつら、煽ったな。絶対しばく。いいね、意外。くわーくわーくわ、たますみー落ち着け。でも3番おるやんな、奥行って。でこれなんか、あ、命を刈り取る脇をしてないか。大丈夫か、センター大丈夫、奥行センター。でとりあえず UAV でいますよね、壁に来てる。元気のそれやれる田植え。オッケー、俺に任せさせ。ピンピンですね。とりあえずね、デフォルトで距離も強いんで、このロングいいな、いいか。このロング借りたいの。来いよ、お前ら、ほら。顔出してみろ、チンパンジーどもが。まあ、俺もチンパンジーの祖先なんですけれども、さて、まあ、君をね。で、一旦ケア化けで釣る？これ、餌ね、これ、ゴキブリおいおいね。クソザコホイホイ。おらんか、センター。ちょっと今日、丁寧に、こう、丁寧に。丁寧が売りの亀って言われてるからな。で、シールドターレットなので、はいはいはい、取りたいよね、取りたいよね、取りたいよね、取りたい。一旦さ、このちょっともう絶対取る、絶対取る、絶対取る。これ取ったところが、おい待て待て、おい困る、今のすぐだろこれだろ。もうね、なんか自立にスライバーとかおろして絶対取る。あかんかん、いく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 、あーいあーい、オッケーオッケーオッケー。うん、ストップしてる、ストップしてる。でとりあえずこれ多分ね、おそらくね、一旦置いちゃって、よしよし、あー怖い怖い怖い、あーあーあああああ。これが遠距離型の力なんだろうな。いや、まだ来るまだ来るまだ来る。こいつらめっちゃ取りたいはず。アドバンス UAV とか入ってるんじゃん。シールドターレットです。 IQ が入ってるよ。あー、ちょ待って、そのいじり方よくねえな。絶対こいつら取りに行くもん。来た、アホ、こいつらは飛んでんな。これこのケアパッケージを境に超激アツおピンピンバトルが行われてる。あ、取られた。いやくそ、取られてない。まだいいぞ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 。あ、間抜けすぎるこの戦い。いいぞいいぞいいぞ。あこいつら何、こんなシールドターレットにガチになってんの。あ、でもシールドターレット、ええー、お前らがそんな頑張ってティニリザムはシールドターレット、ああ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 あ
オッケー、もう一人いるんじゃない、大丈夫か、オッケー、ナイスキルボギスね、オッケーオッケーじゃない、命の恩人ありがとう、味方に感謝していく、世界一味方に感謝、お、これで終わっちゃったし、あの、しかも負けてんねんけど、うん、オッケー、じゃあちょっと2試合目ほんまに、ちょ、もう一回行こう、もう一回ですか、あのスナイパーライフルをね狩るのがたまらん、ほんまにスナイパーライフルを買ってる時がね一番強い時間して、おい勝負しろ、ゴミどもか、絶対来る、絶対来るぞあいつ、絶対スナイパー来るやろ、おっと、オッケーオッケー、このグレで分かるぞお前、来いよ早く、来た、お前後ろ見てたな、もう一回やるか、俺とあいつ、あ、あいつさん、もう一回来るぞ、大丈夫か、あ、女オッケー、さすがに二度あることは三度ある、来るはず、ヒこれが遠距離型の恐ろしさ、 IQ だ、こいつはガチやぞ、さては、この要塞何、ちょっと、いやもう負けるわ、ちょ今やばい、これ普通の、大丈夫、普通のクリグシックス使ってる時よりも当たり前やけど、時計めちゃめちゃいいぞ、ほんまにビンビンっすよ、ビンビン、おピンピン劇場遠距離バージョンんで、多分このロング絶対負けたかも、ここで、もうここで絶対負けたか、お前見とけよガバマン、大丈夫か、俺がさらにガバガバにすんぞ、もう気持ちないですよ、うわクソこいつ横やり入れてきたな、スナイパーと遠距離型の対決の邪魔をすな、ちょ挑戦者カメっすか、挑戦者カメ、いや俺に任せろ、俺に任せろ、もう勝てると思うなよ、勝てると思うなよ、二度と、もうやめとけ、顔出してくんな、ほんまに、先輩こくぞ、大丈夫か、今19対7ね、あいつもう一回来る、来た、おいやるかお前、おい、なんて楽しいゲームだ、後ろ大丈夫か、なんか後ろおるぞ、多分ショットがおんねんな、背中任した、オッケー、おい、あ、くー、ちょっと待って、なんか手前におんねんな、トルフィー抱いてるんです、ちょっとあいつの心、あいつ途中抜け刺して俺の勝ち、あいつ途中抜け刺して俺の勝ちやわ、いた、くそビビり散らしてる、でもスナイパーと勝負できるのが今回のオピンピン式クリグ、あーくそか、あいつ一旦場所変わるか、いいね、こんなカモ、ほんまにこんな小物が、で、ちょ、もう一回行っちゃう、どっから抜かれてきた、どこにあるんだよスナイパー、くっそ抜かれたくねえな、ちょっと待てよ、まだ多分青盾持ってんな、いた、よし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 、強すぎやろこれ、ほんまにスナイパーてか LMG より遠距離性能やばない、てか一番こいつが超遠距離型強いな気がする、任せろ俺に、スナイパーとの対決はガバマ、見とけよお前な、あ、お前後ろ来てる、後ろ来てる、ちょ、もう一回行こう、それダンボくんね、ダンボいるはずだが、いったな、うまっ、顔出さねえか、あいつ多分スナイパーじゃねえな、スナイパー多分ダンボやぞ、戦車ホームやな、オッケー、あ、あー、あいつあそこね、熱いな、ちょっとこの戦い見てる方も熱くなってたんちゃん、あ、やめとけ、もう一人、うわくそ、初めて負けたこのロングで、このおピンピンロードで、もう一回伝統の一戦するわ、こいつが見てくれてるから、大丈夫か、来い、最後の最後、最後の、あいつ多分ね、あいつ多分逃げてるんよ、暖房に、くそ、逃げてるのは俺やった、オッケー、いいぞいいぞてな感じにどうだったでしょうか、これからもですね、こういったの動画バンバン上げていきますので、高評価だけでもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。